今回紹介するのは町田け太ファースト写真集ベージックという本ですチェリマホ黒沢度は少ないチェリマホの黒沢で好きになり買いましたでもちょっと期待していたのと違ったかな購入前から少し心配はしていたんですが髪型も顔立ち少し痩せすぎてるとか あまり黒沢を彷彿とさせるスタイルじゃなくてやはり1年前の町田太さんなんなだ、と思います。その分生い立ちインタビュー記事は面白かったですし役者として生きる魅力にあふれていました町田ファンなら勝手損はなしと思います自分は黒沢の町田さんが欲しかったけど役によってずいぶんイメージが変わる方なんだな と実感しましたすべてが完璧で素晴らしい初めての写真集でした本当に衝撃力がありどうしてこんなに素晴らしい人がこの世にいるかただただ人類の美しさを改めて認識しました大変おすすめです今幸せです以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。